ヌリもしくは計画名、KSLV-2 は大韓民国の韓国航空宇宙研究員が開発中の人工衛星打ち上げ用液体燃料ロケット。ヌリは韓国の古い言い回しで世界用を表す言葉で2018年9月に命名された。韓国本土から初めて人工衛星を打ち上げたラローはロシアからの全面的な技術協力を受けて 共同開発されたロケットだったが、ヌリでは基本的に韓国独自で開発が行われる。韓国側の開発者として、彼が独占的に開発を行った、ラローの反省を生かして、ヌリでは韓国の三学圏が密接に連携した解放型事業団形式で開発を行う。予定される。 開発総予算は2011年時点で1兆5449億ウォン、2014年1月時点で1兆9572億ウォンで1000人の専門人材が開発にかかる。ヌリの開発計画は、ロシアからラローの第1弾ドケットエンジンの技術移転を受ける目論みが頓挫したため、 国産開発での技術的実現性の目途が立たず、開発予算計上が何度か延期されてきた。2010年度予算で初めて本予算が承認されて、開発研究フェーズに移行した。開発は3段階に分かれており、2010年から2015年7月までの第1期で、第3段用7トン級エンジンの開発と第1段と、第2段用の75トン級エンジンに対応した。 燃焼試験設備の建設を推進した。第2期では、第1.2弾用75トン級のエンジンを開発し、2018年11月に、これを1機使った第2弾に相当する試験ロケットを完成させて、弾道飛行となる試験打ち上げを行った。第3期で、第1弾に75トン級、エンジン4機を、クラスター化しと塗りを完成させて、2021年に、 初打ち上げの予定である。彼は苦労して、ウクライナから30トン級液体燃料エンジンの設計図を入手し、2003年から、K エンジンプロジェクトの名のもとに、ガス発生機サイクルの30トン級のケロシニエンジンを開発してきた。韓国国内の地上燃焼試験設備が完工するまでは、各構成要素を組み合わせた最終試験を行えないが、 韓国国内の既存施設でガス発生機とターボポンプと燃焼機の地上試験を別々に行い、ロシア国内でガス発生機とターボポンプの結合体の地上試験のみを行ってきた。この30トン級エンジンを発展させる形で2009年から75トン級エンジンの開発を開始しており、これをヌリの1段目と2段目のエンジンとして使用する。 75トン級エンジンは完成までに燃焼試験を200回、合計2万秒する予定であるが、燃焼試験設備が完工するまでは、部分試作品の出力を40%まで下げて、試験を行っている。また、韓国は、ラローの打ち上げに成功した後に、ロシアから譲渡された、一段エンジン RD-151 を取り除いた、ラロー一段を、ヌリの開発に利用する。 2018年7月に75トン級エンジンを実際に機体に組み込んだ状態での最終燃焼試験をパスし、154秒の燃焼を達成した。これを受け、10月に第2弾に相当する75トン級エンジン1機の試験弾道飛行を行う予定であったが、機体に不具合が見つかり延期された。11月に、 ラロー宇宙センターでエンジン1機の試験弾道飛行が実施され、高度1 0 0トル以上に到達、燃焼時間が目標時間を超え、成功した。2021年2月25日、打ち上げに使用する自動発射ソフトウェアを使って100秒間燃焼テストに、成功した。ヌリとその他の韓国の宇宙、軍事開発プロジェクトに関わる技術を得るため、 韓国が様々なロケット技術保有国に対して合法、または違法な手段でアプローチしていることが報じられている。例えば、朝鮮日本等では、韓国が塗りを開発するにあたって、技術供与を求めて、ロシアの他にも、ウクライナのユージュノエ設計局や、EU や日本にアプローチしていることが報道されており、毎日経済新聞では、 ヌリの開発事業団が必要な要素技術や部品や素材を導入するためにロシア、ウクライナ、フランス、ドイツ、アメリカにアプローチをしていることが報じられている。また、韓国系アメリカ人がヌリのためにロシアの高性能ロケットエンジンの RD-180 とその関連技術をアメリカから韓国に不正輸出しようとして2009年4月に逮捕され、その後に 懲役57ヶ月の判決を受けている。この男は30年にわたって韓国への先進武器を一手に供給してきたと自供しており、M61 バルカン、ロシアの防空システムとその部品、スマイナス27も不正輸出しようとしていた。またこの男は1989年にはサリンガスをイランに不正輸出しようとして逮捕され、懲役39ヶ月を宣告され、 その後出所していた。さらに、韓国宇宙人排出事業では高山が、研修先のロシアで、保安規律違反により摘発されている。また、1998年と2000年と2001年に、大韓民国国家情報院が、在韓着火の韓国人解体業者、K に行わせた、スパイ行為により、ロシアの弾道ミサイルのロケットエンジンを含む、 解体部品を韓国へ密輸出に成功しており、これにより玄武 -2 が開発されたと見られている。しかし、これは北朝鮮のテポドン弾道ミサイルなどに対抗するための戦略級弾道ミサイル技術の獲得を目的としたものであり、射程 300km から 500km の戦術地帯地ミサイルで固体燃料方式の短距離弾道ミサイルである玄武 -2 の開発は、 そのための一過程に過ぎないと考えられている。そして大陸間弾道ミサイルのブースターと衛星、打ち上げ用宇宙ロケットは実質的にほとんど同じものである。逆に考えれば、韓国がヌリの開発に成功すれば、韓国はテポドン2号改めを超える大陸間弾道ミサイルの打ち上げ技術を保有することになる。ありがとうございます。